周年ですよ。嬉しいよね。あれあんまり声聞こえない。嬉しくないよみんな。嬉しいよね。本当にもうあんな憧れだった大先輩が、大先輩同年代かもしれないけど、大先輩たちがあのライブを見るたびに、そう、ああなりたいなと思ってました。そう、あのほんまに なんだろうね。どっかの子供やん、完全に子供やん。子供や、お母ちゃんあのお菓子買ってほしいみたいな。完全にショーウィンドウの中のおもちゃを見てる子供みたいになっとるやん、それ。あ、そう、まあ、本当に分かりやすい、分かりやすいね。ね、そうそうそう、思い返せば初めて会ったのが多分10年前くらいかな。そうなの、10年前って何しとった。オナニーしてました。それ言いたかっただけでしょ。それ言いたかっただけでしょ。今もオナニーしております。ありがとう。また滑るとこやったからね。滑ってないと思ってはるわ。あ、ちょっとあのね、初めてピースメーカーと出会ったのは10年前に仕切り直しみたいなね。どうぞどうぞ。いや、2回目で喋ろうかなと思ってるから、とりあえず1回目のサリーが喋っていいんじゃないの。あ、そうなの。2回目にまた同じこと喋ろうとする。そうそう、楽屋でやれよ。なんでライブで打ち合わせやねん。そうそう、10年前に初めて出会ったのがバハマ。そう、あのサンクチュアリバハマで俺たちは出会った。あのサンクチュアリバンドの登竜門バハマで俺たちは出会った。しばし信号タイムをお楽しみください。いや、これ何もこの後続けへんねんけどさ。そう、あの頃はね、あの素敵なバンドマンがいっぱいおって、とりあえずお酒も飲みながらロック。でもほんまにピースメーカーの人は怖くて、あの2回目がそのローリングと一緒やけど、あの吉田さんのあの何だっけ、スタジオ246の吉田さんのイベントに出させてもらった時で、ローリングとかさ、もう若いからさ、ガンガン行くの、あの怖い人らに、ね、いや、ほんまにちゃうやん、もうガンガン行ってなかった、ほんま。なんか酒飲まそうとしてさ、もうなんかマジで、めっちゃめっちゃタケニーのこととかめっちゃ怖い、めっちゃ怖いって。俺しばらく一緒だけどずっと敬語やったからな、タケニーとか。そうそう、怖いやん、だってあんなただの人見知りだから知らんやんだって。そうそう、知らん。でも何でね、一番最初打ち解けるとかっていうとね、多分あのメイドカフェ行ってん。そうそうそう、メイドカフェ行ってん、ローリング企画で。そう、ローリング企画の時になんか初めて京橋のメイドカフェ行って、あ、タケニー女好きやなと思ったんだけどな。そこ、まあ男の人は誰しもそうや。そうそう、誰しも、なんか誰しも心の中にメイドさんという一人のメイドさんが心の中に全然ちょっともやっとくる感じが、ね、もやっとくるよね、これな。なんで俺に投げたこの話。あのその野間ちゃんのあの外野感と時間を気にする感じ。気にする感じな。でも好きやね、この泥舟この人、ド M やわ。そうやな、あんな顔しながらも俺美味しいんちゃうかとちょっと思ってんね。美味しいとこねだって取り出してくる。そうやな。じゃあ次の曲を。はい、そんなちょっとこのね、滑る空気にさよならしようということで、はい、次の曲。うまいこと言ったな。あんまうまくはなかったけど、とりあえず聴いてください。バイバイ。Thank you.
たのは不安と悲しみだけじゃないの。
18周年みんなね、あの今日で、今日でちゃうわ、これでね、あのだんだん終盤にさせか、もう一回やり直そうか。いや、はい、あのね、今日はありがとうね、さかまって言いましたね。あのね、ピースメーカー18周年イベントね、終盤にさせか、今のわざとやな、あれなんかこう、それでありがとう、ありがとうね、あの18周年ね、差し掛かって終盤に差し掛かってるわけで、みんな盛り上がっていってるかい、あの復活しないんで、とりあえずな、自分らのコピーをするのに必死な俺たちみたいな。いや、お前10年前とかに作った曲でもええ曲やろな、ローリング見とっても涙出そうなんだ、ほんまにな。な、俺も一回ベース弾いたことあったしさ、普通になんかちょっと泣きそうやな。いいよね、そういうのね。まあそういうタイムマシンみたいなもんやろな、タイムマシンイベントみたいなんで、勝手に俺があの名前つけてやったーみたいな感じに今日書くよ、とりあえず今日のタイムマシンみたいなね、現在進行形とね、やっぱり昔を懐かしむ気持ちといろいろあっても、ロックはロックだろ、イエーイ。あのね、あのピースメーカー、ほんまにあのね、すごい先輩バンドということで、あの俺たちほんまピースメーカーが大好きで、大好きやったかな、そうやな、大好きやった、まあ、あの女性ボーカルさ、あの時代を撮った人だってわからんかもしれないけど、みんなピースメーカー好きやねんて、もうなんかようわからん説得力みたいなのがあってさ、なんかほんまにあのな、ほんまにな、言い方悪いけど、うん、なんやこの変態たち、そうそう、ほんまそうやね、怪物やと思った、ほんまに、いい意味で、もうようわからん説得力がバリバリあって、俺たちもあんなバンドになりてえなとずっと思いながら女性ボーカルやってて、ね、まあ急に解散して、ね、たまに復活して、ね、俺がタケミーと一緒にバンドやったり、ちなちゃんと今こうやってバンドやってると、なんかすごい音楽続けるということあるよね、とりあえずね。そんな全力でね、あの俺たちの最後の曲をピースメーカーのメンバーにつなげようかなと思います。まさかあの曲、あの曲をやるのかい。やってみな。ちょっとごめん、あの言うこと一個忘れたから、もう一個言っていい、ごめん、ごめんな、僕の物販のことですか。あ、そうだ、あの、そこ、のまちゃんの物販がね、あるんです。あの、のまちゃんって書いてないけど、あの、のまちゃん乗車っていうのをやってましてですね、あの、一人で弾き語りを、ダンボーラー、何やったっけ、シンガーソンガーダンボーラー、シンガーソンガーダンボーラー乗車としてやってますんで、そうそう、あそこほんまになんかようわからん物販があるけど、なんかヒョウの格好したやつがおったりとかさ、ようわからんけど、なんか見るだけはタダなんでね、はい、CD 買わんでいいんで、あの YouTube とかで後で検索、じゃあ次やん、次やん、まずな、変な人がおる、その YouTube で検索すると、うわ、やっぱ変な人やめとってよかったみたいな。じゃあいろいろとでもクオリティ高いよね、頑張ってるよ、すごい頑張ってる、あ、すいません、私事です、申し訳ございません、ビデオもあるよね、ビデオじゃ DVD もベータだ、時代を感じるね、ビデオはね、ビデオ、そうそう、まあそんな感じで、あの、はい、俺たちあのピンクトイちゃん、あのピンキッシュグローですね。そう、もうピンクローターとかもそんなもんばっかりで、番組でさ、あのな、次やるときは、あの正直あの俺からのもうお願いんだけど、オリジナルメンバーのピースメーカーが見たい、あのちゃんとヒデちゃんとツボさんやね、ヒデちゃんとツボさんがやらなあかんねんね、それはあの俺の願いです、とりあえず、はい、その時に次また呼んでくれたらピンキッシュグロー、あのライブしようと思うんで、みんなその時はよろしくお願いします。よし、体も温まったところ、最後の曲みんな知ってる曲でやるからさ、これは盛り上がらずにはいられねえだろ、もう噛みっぱなしだけどさ、ほんまごめんやね、ほんま噛みっぱなしやけど、それ盛り上がらずにいられねえだろ、じゃあこの曲聴いてくれよ、イエーイ。かもしれんけど、俺たちやりたい曲はこれじゃねえだろ、違う、これじゃない、これじゃないよ、これじゃない、これじゃないんだよ、何この、あのなんかもう芝居感満載じゃないの、これ、私が憧れ続けてきたのはこんなおっさんくさいロックじゃない、ごめんね、世代の人たち、違う、ジギーじゃない、ジギーじゃないの、私がギジーでもないよ、ギジーでもないよ、そこは微妙にめんどくさい話だから、私たちが憧れていたあのバンド、